まあ、あんま言ったら相手にバレちゃうからあれです。そうですね。相手が速い選手いるから気をつけろと試合前から言われてたんですけど、その後写真に見返して、うわ、これ、エムバペやったんだ。すみません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、いろいろ持ってるな、やっぱりとかっていろんな人が言ったりしたんですけど、もう本当に自分は目が夢中だったんで持ってるとかわかんないですけど、まあ、とりあえず狙ったらいいコース行ったって感じです。本当にイメージ通りの軌道でゴールに吸い込まれたので、ちょっと自分でも驚きましたね。とりあえずボールを自分が持ってる間は滑らないようにしようと思って、あんま深く芝生に足を下ろさないように走ってて、パス出した後スパイク取りに行こうと思ってたんですけど、思ったより結構チャンスにつながってて、はどうしよう、いつのタイミングで取ろうと思ってたら自分のとこいつの間にか帰ってきて、いやこれもう打つしかないな、ドリブルも逆にあそこからできないと思ったんで思い切って打ちました。幼稚園の頃ぐらいからは、ずっとリレーでみんな抜かしまくって、まあ自分でも足速いんだなって感覚でずっと過ごしてましたね。小学校3年生くらいからかな、サッカーを始めたのは、始めたんですけど、それまでずっとフットサル、ちっちゃい頃幼稚園の頃フットサルやったり、逆に小学校の頃はソフトボールもやってたんですよ。なんでソフトボールも一番で、おほぼそのバントとかして全部セーフになってた感じ。そうですね、本当に全部が楽しく思われましたね。スピードを持ってるだけだと意味がないんで、そのスピードを発揮する場所、タイミング、は自分の中で考えて使い分けてます。全部が全部速いスピードでプレーすると相手に慣れさせてしまうので目を、なので結構試合の時も今は行かずに相手を間合いを空けさせるためにとかはちょっとうまく試合の中でタイミングずらしてやってますね。遊び心だと思うんですけど、全てそうですね。そう、中学校のコーチの時からも遊び心をずっと持ってサッカーしろって言われてて、まあなんで相手との例えばドリブルしてる間合いがなるべく、まああんま言ったら相手にバレちゃうからあれですそうですね、言える範囲で大丈夫です。要はこっちはフライングして仕掛けれるわけじゃないですか、それプラス自分は足が速いということで負けるはずがないので、そのまあ相手の駆け引き、ドリブルするタイミングっていうのはだいぶ意識して練習を取り組んでます。中学校の頃にフランス遠征に行かせてもらった時に、今フランス代表のエムバペ選手と練習試合できた時があって、その時に衝撃的なことが当たりにしたので、そこからですかね、結構ずっと影響されるというか、自分もうまく真似してそれを練習で取り組んでみたりっていうのを繰り返しですかね。全部剥がせるんですよ、ワンツー。ワンツーしたら全部剥がせるし、いやでもワンツーすると思ったら次シンプルにプレーしたりっていう繰り返しで、あと小学校の頃ブラジルに行った経験があって、その時にネイマール選手と一緒にサッカーさせてもらえたり、ロビーニョ選手とも、その時にやっぱ試合中の遊び心とか印象的だったので、そういうアイディアは大事だなと思います。その時から相手が速い選手いるから気をつけろと試合前から言われてたんですけど、そうです、その後写真に見返して、うわこれエムバペやったんだ自分18番つけてたんですけど、その時確かエムバペの18番つけててスピード対決だみたいに言われてたんで、結構記憶残ってます。そうですね、やっぱ
開幕戦ですかね、自分的に、うん、同点ぐらいの状況で自分後半入ってっていう状況だったんですけど、わざとあの時も最初わざとシンプルにプレイしてて、相手を食いつかせる時間を作ってて、確か3回目ボール仕掛けれるタイミングで仕掛けに行ったんですよ。まあ、その抜いた感覚っていうのは本当にイメージ通りだったので、まあ、感触的にもやっぱりホームのサポーターの皆様で初めてできたのっていうのもありますし、やっぱりあの開幕戦のプレーは自分的には本当に気持ちよく楽しくやれたかなと。いや本当に違いというか、そもそも高校と大学のなんだろう、スピードとか球際とかのレベルが全然違うなって大学入った瞬間に感じてて、いやこんなんで本当にサッカー続けてれんのいけんのかなっていう、本当に大学1年生の本当最初の頃は不安な気持ちで見てましたね。それこそ高井和馬さん、今水戸にいる、うん、あの時自分日体大の10番だったんですけど、まあ、こんな選手に俺なれるかなって逆に不安な気持ちでスタートしましたね。そうですね、今鈴木雅治さんの元でサッカーやらせてもらって、うん、本当に考えてサッカーすること、まあ、それまで自分は本当に自分の能力だけに頼ってサッカーしてたところをちょっと考えてプレーするっていうことをずっと言われてて、そこからなんかどんどんサッカーをもっともっとね、なんかなりたいなっていう気持ちで、いい大学生活を過ごせれたかなと思います。まあ、結構自分的に大学からプロに行くときは、だいぶ自信に満ち溢れてて、まあ、何度もそのプロとの練習試合とかでも、まあ、いいプレーできたし、自分のスピードで負けることがなかったので、本当に自信に満ち溢れてプロサッカー選手スタートできたかなと思います。大学サッカーの強度っていうものはだいぶ高いものがあって、まあ、その高い強度で4年間やれたっていうことが、なんだろう、このプロサッカー選手のこの強度、うん、全く同じわけはないですけど、プロの方が当然高いですけど、それに似た感覚があったので、本当その4年間は自分にとっていい時間だったかなと思いますね。いや本当にまず一人一人の能力が本当に高いっていうところと、その選手層の厚さ、誰が出ても本当に間違いなくいいプレーできる選手ばかりですし、まあ、それが練習からいいレベルでできてますし、本当に紅白戦とかに関してもレベルが高いっていうのができるので、本当に常に公式戦に近いいいレベルでできてることがチームのいい雰囲気になっている要因かなと思います。でやっぱり俊介さんなんかは本当に自分とかに比べると見てる場所が全然違うというか、パス出したとこを見てると、そこを見えてたっていうパスがいっぱい出せるし、自分も走ったら自分の欲しい場所にパスを落としてくれるので、本当に人を使うのがうまいパスを出すので、毎日毎日驚かされてます。なんか本当に刺激になりそうな環境ですね。本当に毎日刺激だらけです。本当にサッカーに対して誠実な方で真面目で、本当に常に自分たちにいいモチベーションを与えてくれている監督だなと思います。本当に力強く本当にやってこいっていう、本当にいつも自分を期待してくれ使ってくれてると思うので、本当に何としてもその期待に応えたいと思います。思い切りを出させてくれるような、そうですね、監督自身もそうですし、チームメイトもね、自分のプレーのいいところを引き出してくれる選手が多いので、本当にありがたいです。そうですね、今は、まあ、攻撃はもちろん自分の中に自信があるので、うん、でも今は自分はウィンドバックというポジションをやらせてもらっている方が多いので、本当の攻撃だけではなく、守備の面でも、攻守にわたって、常にどんな時も
求められる選手になれるように幅広い能力をつけて頑張りたいと思います。今年1年で何としても J1 に昇格しますし、今 J1 に昇格するためにチームが一丸となって頑張っていますので、サポーター皆さんもぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。